結構多いのが、じゃあ最終レースでずっと負け続けて取り返さなきゃいけないからドカンとかけるとか、うん、前のレースいっぱい勝ったから、<laughs> じゃあここは大きく行こうとかっていう人が多いんですけれども、基本的にはどんなに当たろうが、どんなに負けようが自分の自信度といくらぐらい買うべきかっていうので、えー、算出して、買ってます。<laughs> ジャイさんのののの今ままででででで自信度の一番高かかっったたたいいくらあこ <laughs> ことととりますすも本当に大したことないですね有馬記念とかで エンターテイメントとしてスポニッシーさんとか、そういう記事に出したりするときは10万円とか買ったりしますけれども、普段はもう3万から5万程度。で、普通のレースだったら全然1万円とか。それはいくら稼働が変わらないですね。<laughs> 9000万当てた次の日とか、もう一発100万円とかやりたいとかならないですか全然ならないです。え、だってこれ9000万もあぶくゼがあるわけじゃないですか。したら100万円ぐらいはちょっと一回やってもいいかなみたいな。 いや、あのー、もう、あぶくぜになんて思わないですね。ギャンブルで買った金を。うん、まず、やっぱり、あのー、前に書いた本にも書いてあるんですけど、まず、あぶくぜになんてないっていう。うん,うん。昔、先輩でもいましたけれども、うん、前の日、10万円負けて、次の日、5万円買って、勝ったからおってやるよって。うん、<laughs> いや、もう、勝ってねえからって、まず。<laughs> はいははい、まあ、もうひ、もうひどい人によっては、 パチンコで負けて消費者金融に言って10万円を消費者金融で借りましたで大金入ったからお前ら奢ってやるよっていう人もいましたけど <laughs> まず消費者金融返すよ <laughs> だからまあ金銭感覚とかってやっぱ買ったりすると変わったりするんですけどアブクゼニって運だと思ってるからそういうものが発生するだけで,で勝つために努力してまあ半分仕事のような感じでやっていくと にななっていんですよだからボ、ボーナスみたいなもんなんで、普通に働いてて、ボーナスが入ったから、あぶくぜに入ったってならないじゃないですか。はいはい、まあ確かにそうですね。うん、ボーナス入ったからおごるぜってあんまならない。うん、この感覚ですね。<laughs> まあまあ、そうおごる人もいるでしょうけど。うん